今日ちょっとミヤボーから何かあるって聞きました。いや俺っすか。いや別に何もないっすよ。何もない、別に何もないっすけど。じゃあ終わりますか。じゃあ終わりますか。終わりますか。終わりますか。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃなくて、じゃなくて、はい、なんすか。一緒これ。誰これ。アーキレット一緒。いいっすね。いいっすね。これどうしたっしょこれ。いやなんか出たんだよね。どこで。なんか天魔の銃、天魔の銃の魔王が回ってると、まあ、なんか確率で出現するっていうステージなんだけど。ほんと僕会ったことないっすね。マジ。はい、俺結構やってるんですけど。うん、どんぐらい。今164周っすね。164周、164勝。見たことないですけど、僕趣味で天魔回ってて、天魔の銃めっちゃ楽しいなーって、いや神食えだわーって思いながらね、なんか回したら、うん、もう164周になっちゃったんですけど、はいはい、でも見たことないですよ僕。あれ俺はあの多分50から60ぐらいの間、俺しっかり稼いたいんだけど。50、60。いやいや僕それもう余裕で、うん、2回以上やってますけど、まあ、3回ぐらいやってます、ね、3回ぐらいやってますけど、うん、え、見たことないです。やったやったっしょ。普通にダメだよそういうの。普通に出た。普通に出た。だってペンペンとかケイドラとかもさ30何周とかでしょ。え、何周でしたっけ。え、僕164周。で、まあ、ゼロ遭遇1回持ってないっすね。おー、まあそういうこともあるよな。え、M王さんにやった。やったっしょ。え、逆にやってんじゃない。俺やって出てないの。いや、逆に貼られてんじゃない。あいつ出すな。あいつやばいっつって。ちょびちょび言ってるから。そう。ちょびちょび言ってるから、あいつ出さないで怒って今。どれでやられてるかもしんない。今ね、チョリがこれなんか操作してる。チョリにやられてる。あいつ出さないでよ、みたいな。そういうこと。184周目でやってんじゃない。184周目、あ、84。そうだね、だって162はもう過ぎたもんね。168か、うん、あ、168？ 168？ 2チョリあるな、確かに。もうすぐじゃん。もうすぐだね。え、今164。いや、164。あ、もうすぐじゃん。あ、確かにそれは2チョリ忘れてた、ね、84は意識したんだけど、84、87、88は意識してた。84は1チョリじゃん。はい、87はパナエさんじゃん。はい、88はババさんじゃん。あ意識してたんですけど。これ結構出やすいんですね。そう EX 周回の激アクゾーンっていう呼んでるんですけど、うんうん、まあそこスルーしたんで、まあ、2チョリ、2チョリが熱いのか、うん、まあなるほどね、まあ、てなわけでね、はい、マジで出ないっすねこれ。いやね、ガチで出ない。そうなんですよ、あのまあディスコードでね、あのまあ一緒の部屋あるんですけど、ミヤボーと、あのミヤボーはあのまあ普通に友達と待ってるんですよね、基本的に。あ、そう。よく EX とか、うん、モースやる友達と一緒に回ってるんですけど、でも僕もそこに入れてもらったりとか、うんうん、そうね、してるんだけど、まあ普通にあの多分夜10時ぐらいからさ、朝10時ぐらいまでやってるよね。もっとやってる、うん、もっとやってる。もう7時ぐらいやってる。朝ひ、え、ひ、夜7時から、夜7時から、うん、昼のまあ11時とかまでぐらいまで、うん、もう前、ここら辺、ま、ここ毎日やってて、やってるね。最初の方はやっぱ勝ち安定しなかったけど、だんだん安定してきて164まで積み重ねて、で、Twitter とかで、うん、はい、やっと70で出たわとか、うん、50で出たとか、うん、10で出たとかのツイートを見ながら、うん、悲しい気持ちになるっていう。で、ちょうどはい、タイガー桜井アーキレット出たのも、うん、俺らと一緒に若干やってたんだよ。朝4時ぐらいに来て、そうちょっと8時ぐらい俺らと混ぜてっつって混ざって、うん、何勝かな5勝ぐらいして、うん、その後ああもうやめようかなっつって俺らはちょっと寝るわみたいな感じで解散した後にちょっと集会したりないっつって、うん、その後シロさん連絡来たんだよね。シロさん誘ったの。そう、誘ったらその時に出たと。出ました。寝なきゃよかった。そん時寝なきゃ俺も出てた。ね、あ出ちゃったなって思った。あ思った。出ちゃったなって思った。あでももうそろそろ出るでしょと思った。あまあさすがに。多分あれから3日か2日か経ってる。3日ぐらいかな。うん経ってるんだけど、まあそれ
もうミヤ坊たちそろそろ出るだろうと思って俺も出たし、うん、てかね出ないですね本当に出てほしい俺心から結構思ってる本当に、うん、よく言われるんですよ M4 で持ってないのはミヤ坊だけですねでも一番やってるからね俺一番やってるから、うん、だから、うんなんか応援してる気持ちで言ってくれてるのか、うん、もう嫌味で言ってくれてるのかわかんないですけど、うん、いやまあ応援してると思ってね、はい、聞いてるんですけど、はい、早く出したいっすね。ですね、やっぱりね、解放されたいよね。あのね、モンハンやりたいし、なんかね、モンハン以外にもね、やりたいゲームいっぱいあるし。うん、まあでも1日今もう10度まで閉じ込められてるわけだもんね。もう僕10度に閉じ込められてますね、うんうんうん、今なんかさすがになんかプライドでもないけどなんか持っとかないとだからさっきみたいなこと言われるし、うんうんうん、早めに持っときたいなみたいな、まあ、もちろんね楽しいからやってるっていうのはあるんだけど、うんうんうん、さすがに虚無になってきたそうだね100あたりからマジで感情なくなるんで、うんうんうんで何も期待しなくなるから、うん、余計出ない気がする。そう余計出ない気がしちゃうんだよね。僕は EX 障害結構やってるんで、これナユタ100以上ハマった時も同じ気持ちになった。あこれやばいやつだみたいな。でさやっぱナユタってさ今多分 3,4 分で回るわけでしょ。いやそうです。まあ10の回って多分、まあ、10分はかかるじゃん。10分かかる10分。うん、でまあね全然全勝するわけでもないからね。全勝はまあ、うん、ナユタの100周とアーケトの100周はもう全然違うね、うん、10倍ぐらい時間変わるし多分全然違うね。てかなんか出やすい条件とかあるんですかね。引いちゃいますそれ。それ聞いちゃいます。いやなんか意識してました。だから周回してる時してない。してないんですけど、あ今回僕たちが出た時はいめっちゃ早かったんですよ。多分7分か8分ぐらい。いやいやなるほどね。でラスゲ見て、はい、はいはいはい。でめっちゃ早いね。ラスゲ見てで HP マックス。はあ、はあ、これで出ました。見てで終わったらそれは HP マックスになるわ。うん。これで出ました。いやちょっと意識してみようか。めっちゃ難しい。2手目の時はだからボスに5億ぐらい出てんのかな。うん、うん。ワンパンみたいな感じ。ワンパンで。ボスで出現してから。出現して、なんか弾がなんか入れ回して、下回って、コーク出て、ワンパンして、おーって、すごいじゃんって。うん。1手目もなんかわかんないけど、もう雑魚全部。なるほどね。じゃあちょっと参考にしながら、やりますわ。いや、マジで、そうなんですよ。うん、HP マックスで。で、グッジョブは、まあ、シロさんがあのビナーで、あのね、思いはここにって言ったやつね。はいはい。で、俺があのチョコラブね。はいはいはい、はい、あれね、あの ふざけたやつね。いや、アツロックだってやつ使ってて、うんうんうん、まあ結構押したかな、グッチョブは。なるほどね、じゃあちょっとそこら辺参考にして、ちょっと引き続きやってみますわ。ちょっと皆様の条件とか、こうだって、なんかこれ意識したら出ましたわっていう、なんか何でもいいんで、そうですね、ちょっとでもなんかやっぱり情報があれば、コメント欄に。いや、コメント欄に書いてくれると嬉しいですね。やっぱ出た時のね、時再現したり、はい、したりすると確率上がるかもしれないし、はい、あとあれだ。イーゲル使ったよ。オシリスじゃなくてあのオニキスに。あ、オニキス使ってたね。同族会議イーゲルついてるよ。うん、その気持ちっていうかあのあるかもしれない。気持ちで入れた方がいいですか。イーゲルっていう驚き。うん。うん、あとはね朝。朝だった。いやいや朝までやってんだよ。こっちは11時ぐらいまで毎回やってんだよ。前日の夜から。シロさんホストだった。シロさんホストだった。シロさん何週だった。97って言ってましたね。あー、うん、あーちょろまらっすね。ちょろまらっすね。97うん、うん、でミヤボーと一緒にやってる人ももう200周ぐらいやってるわけだもんね。まあ、俺と一緒にやってる人は、うん、200今200ちょうどぐらいだったかな。で俺が164で、うん、もう眠いっす今ガチで。まあ寝ずに来てるわけだからね。うん、まあでもこれ初回の刹那と同じぐらいなんかね。もう俺初回の刹那がさパッて一発出ちゃったからさ、うん、そうですね。そこのツケが来てるから、ね、あんま体感ないけど、うん、結構聞くのはもう初回の刹那みたいな、うんうんうん、って聞くよね。そうですね。それで最初軽ドラとかも200とかハマっとったじゃん。200だったか確かに結構ハマってたね。うん、わかんない、ちょっと
そう、確かかなりハマってたイメージあるから、まあなんかそんぐらいの確率なのかなと思って、うん、まあ、おそらく 1% ぐらい、まあ、1% 前後、うん、ぐらいな気がするけどね、あの難易度で 1% だから。そうっすね、そう、相当ね大変大変で、俺が最後ツイッターで見たのが一番ハマってる人で300、地獄や、300何周とかで出したかな、うん、出てはいるんだ、そう出てはいる、うん、よかったよかった、300何周して出てませんっていうのが一番怖いからね、うん、で俺でもこの倍やるのかと思うとちょっとあれだけど、うん、まあ、でも 俺より多分ハマってる人結構いると思うんで、うんうんうん、多分10まで来てる人って結構がっつりやってる人だと思うし、キャラも揃ってて、うん、その人たちも回ってて出てないっていうのも恐ろしいよね、うん、だってモンスト YouTuber でも出してる人だって、うん、マジで少ないと思う、出てない人いるもんね、そうそうそう、ね、あいつもこの人出てるのになって出てるとか、語彙の気合い入れて出す人なのに動画上がってないってことは多分出てねえんだろうな、やってるのに、そうやってるのに多分出てないんだろうなと思ってるから、そうこれ多分マジで100周以内は幸運だと思う、幸運いただきました、うん、100周以内幸運だと思いますね、まあ、俺は今体感だけどね、まだ1回も出してない、うんうんうん、うん、まあでもやっぱそんな感じはするし、うん、するし、するする、うん、まあでもなんか強さも兼ね備わっててなんかいいよねこいつは、やきやっとねぜひ手に入れてほしいですね、あの本当最初の刹那、刹那の初期、うん、感じる、うん、そうよね、あの時めっちゃ刹那強かったじゃん、刹那も時代だったね、うん、結構そんぐらい強いかもしれない、うん、書いてあることがなんかやばいもん、うん、なんでぜひ宮本さんにはこちら手に入れて、まあ、運極にしてもらって、うん、そうっすね、はい、運極はなんかもうこのペースでいくとえぐいから毎回100ハマってたら、ほんと1日40とか稼いでる日あるもんね、40週とか、ね、40はないけど30後半35ぐらいやってたから、ここ3日間ぐらいは、いやそのペースでやればもう出るよ、殺す気この動画公開されてるぐらいの時にはもう持ってるね、いや持ってると信じたいっす、この動画出る時には、あと2週2兆里ね、1兆里8、1兆里8、あと4週か、ね、うん、うん、まあでも本当なんだろう、サクッとやっぱ作れちゃうよりはね、こういうやっぱエンドコンテンツなんでね、そうですね、はい、なんか上級者にもいい目標になる、うん、いいコンテンツだなとは思ってます、今ちょっと偶然僕がハマってるだけそう、今ハマってる、俺以上にハマってる方も今ちょうど偶然多分ハマってるだけです、やっぱ一体目って一番大変だからね、うん、本当になんかまあこれをもし本当に運極にするまでやるんだったら確率を収束していくけどさ、そう、あとアーキレットのクエストまだ一回もやってないから、その不安とかもあるんだ、わかる、そう俺もやるまで本当にねもう生きた心地しなかった、そうよね、うん、めっちゃドキドキするじゃん最初の EX って、そうそう、しかも俺だってこれ160何本ハマってて、うん、負けそうな時のドキドキマジやばいと思うまだ30とかだったらさ、まあまあまあって思うかもしんないけどさ、うん、160ハマってこれ負けそうになった時の冷や汗ってマジで怖いなと思って、まあ逆になんか味わいたくはないんすけど、まあどういう空気感なのかは気になる、いやー俺レアボーがもし負けたらかける言葉ないよこれ、あのね、うん、大丈夫、簡単、簡単だから、アキレット。いやこれは難しいと思ってるね、あれ。これ苦手なタイプだと思ってる。大丈夫でしょ。ちょうどこの撮る前にちょっと収録してたんですけど、あの、見た感じ、あ、これ苦手そうだなあの、スピード感とかの理解とかね。まあ、結構アンチテーゼに似てますね。うん。ね、まあ、でもあの、大丈夫です。大丈夫です。でも、先人たちがね、動画とかいろいろ参考になるのを出してるんでね、それとかを参考にしつつ僕もやってみたいと思いますはい、以上でいいですか、なんか出てない人頑張りましょうですか、はい、はい、出た人おめでとうございます、なんかね、じゃあ条件などあればよろしければ、あーそうですね、なんかもう何でもいい、何でもいいね、コメント、なんかね、なんかね、その日にあのなんだ普通にゴミ何個拾いましたお賽銭そう神社に行ってしましたなんか願ったら出ましたみたいな、席譲りましたとか、うん、もうでもそう席譲りましたとか、ね、うん、なんかねパン食べたとかでもいいし、うん、まあなんか得積むのも大事かもしれないんで ね、はい、はい、もうちょっとゴミ拾って帰ろうと思います、そうですね、はい、はい、ということで、我々ねメンバーシップもやっております、
メンバーシップになるともっとリアルな宮坊の愚痴とか聞けるかもしれないので、愚痴とか言わんすから、宮坊の怒りなので、怒ったりとかじゃないけど、ママソンの役割なんでね。なので、ね、よろしければチャンネルの方もチェックしてください。はい、よろしくお願いします。よろしければ高評価、登録、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ろうね。Yeah.